定刻になりましたので、ただいまから高速増殖原型炉文殊敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合第5回評価会合を開催いたします。まず事務局から配布資料の確認をお願いいたします。はい、総括官の小林でございます。本日はご体調もかかわらずご出席いただきましてありがとうございます。それでは配布資料を確認させていただきます。まず一番上に座席表がございます。次に名簿、そしてその次が本日の議事次第でございます。議事次第に本日の配布資料一覧が記載されてますので、これに基づいて確認させていただきます。一つは、文殊現状 6-1、評価書案でございます。それから参考資料としまして、現地調査後の日本原子力研究開発機構の追加検討資料ということで、これにつきましては、あらかじめ先生方にお送りさせていただいてございますので、説明等は割愛させていただきます。それから、基準参考資料でございますけど、今までの有識者会議における資料一覧を意識を揃えてございます。これは机には置けないので、机の下に先生方の机の下に置かさせていただいてございます。配布資料の確認は以上でございます。はい、ありがとうございました。資料に不備などございましたら事務局へお申し付けいただければと思います。それでは議事に入らせていただきます。前回の会合、昨年の10月7日において有識者間で議論を行い、おおよそ意見が取りまとまりました。またその後12月には確認のために現地調査を行いました。本日は有識者間で評価書案についての議論を行います。これまでの会合でのコメントを踏まえた評価書案について、まず事務局から説明をお願いいたします。それから質疑に入りたいと思います。それでは事務局の方から説明をお願いいたします。はい、総括官の小林でございます。文殊現状 6-1 の評価書案でございます。まず、おめくりいただきますと、1ページ目、目次の次でございます。目次の次の有識者会合の役割、これについては、割愛させていただきます。で、それから、日ポツの、ロマ数字2の本評価書作成にかかる経緯でございますけど、これにつきましては、ここに記載してございますように、旧保安において、JAA が、敷地内における複数の破砕帯について、破砕帯内部の変形組織が正断層性質を示し、現在の広域応力場とは非調和であるということを主な根拠として、広域構成施行の活動がないと説明していたが、3.11 以降の知見を踏まえると、断層の平和は必ずしも現在の広域応力場に調和的であると限らないとの指摘を受けたこと、また、敷地から約500メートル西に位置する耐震設計上考慮すべき活断層の白木入断層との地質向上との関連性が不明確であるとの指摘があったことから、JAA に対して、旧保安院が、指示してございます。で、2ページに参りまして、これを受けて JAA につきましては、追加調査を行い、その後、それを原子力規制委員会に引き継いでございます。で、原子力規制委員会においては、有識者会合を設けまして、検討を行って、その評価書案につきまして、本日、案として取りまとめさせていただきました。で、2ページの地形及び地質の概要でございますけど、これについては割愛させていただきます。4ページに参ります。個別の評価でございます。これは図を見ながら説明させていただこうと思っています。文書の5ページを見ていただきますと、まず、原子炉建屋付近の破砕帯の活動性評価でございますけど、括弧1、括弧2がございまして、括弧1としまして、A 破砕帯北方延長につきまして、この原子力規則案板で確認された破砕帯のうち、最長の、最も長い A 破砕帯、これは70メートル以上とメータルオーダーでございますけど、これを調査対象として選定してございます。で、その北方延長で剥ぎ取り調査を実施して、破砕帯の性状を確認してございます。さらに南の方でございますけど、この A 破砕帯の南方延長、これについては、建設前のトレン調査を含む既存資料を確認するとともに、現存する段丘面、堆積面の再調査により、常災地層法の観点から、破砕帯の活動性を検定してございます。で、まず、A 破砕帯の北方延長でございます。これにつきましては、図の11かな、
11がいいですかね。11を見ていただきますと、非常に小さく写ってございますけど、この部分でございます。ここで A 破砕帯の北方延長を剥ぎ取った結果、主な破砕帯につきまして2条確認されたということで、1つは、アルファですね、アルファとそれからベータでございます。でこれにつきまして、この破砕部の白煙観察や各種分析により活動性を検討してございます。で、結論の方を申し上げますと、有識者会合による評価でございます。これについては文章の9ページをご覧いただきたいと思います。で今申し上げましたように、この図の11ので、ございます。 A 破砕帯に連続していると考えられる B 破砕帯を確認したということでございます。で文章9ページの文章の有識者による評価のところでございますけど、図の16を見ていただきましょうか。で16について、この破砕帯同士の切り切られの関係がございます。でここに、文章で記載したさせていただいてますように、走行の異なるアルファ3系の破砕帯に切断されることが、このベータ破砕帯の確認でございます。でこの図の一番左方にございますように、活動順序として丸1から丸5という順番で、丸1がベータ破砕帯、丸5がアルファ3破砕帯およびアルファ3A1 破砕帯でございます。で次に、図の20を見ていただきたいと思います。51ページでございます。でこの、ここでは白煙観察の結果でございます。で特にこの左側に記載してございますように、白煙観察結果によれば、アルファ3破砕帯およびアルファ 3A 破砕帯につきましては、150度 C 以上の高温環境下で、形成されたと考えられるクロウンモの組成変形が認められるというのがこの図の20でございます。それから、戻りまして図の19がいいですかね。で図の19、50ページでございます。でこれを見ていただきますと、この花崗岩と玄武岩の間でございます。ここにタイプ2の崩壊石が埋められてございまして、この崩壊石につきましては発射されていないということでございます。で9ページの一番下のから3行目のところに書いてございますように、以上のことからアルファ3破砕帯およびアルファ 3A 破砕帯は地表付近で活動したものでは、地表付近で最近活動したものではないと判断するということで、これらの破砕帯の最新の活動は10ページに参りまして、玄武岩貫入後の温度が150度 C に冷却するまでに生じたと考えられると。でこれ以降に150度 C を超える熱石イベントが満たされていないことから、アルファ3破砕帯およびアルファ 3A 破砕帯は、3A1 破砕帯は後期構成し以降に活動していないと判断するとしてございます。でベータ系列の破砕帯につきましては、アルファ3系列に切断されているため、アルファ3系列のアルファ3破砕帯およびアルファ 3A1 破砕帯よりも古いとしてございます。で次に、白木乳と A 破砕帯の関係でございますけど、これは図の54ページをご覧いただければと思います。55ページです、すみません、55ページです。でここでは、白木乳破砕乳断層とこの A 破砕帯ですね、これのいわゆるその、比較してございます。でこれを見ますと、この破砕部の特徴につきましては大きく異なるということで、後期構成の数を示す白木乳断層の破砕帯の形成よりも古い時代であるというふうに考えられるとしてございます。で以上のことから、 A 破砕帯の北方延長に認める破砕帯は後期構成以降に活動していないと判断してございます。それから、10ページの中ほど以降でございます。 A 破砕帯の南方延長でございます。でこれにつきましての有識者による評価、12ページでございます。でここでは、図の30で60、これは61ページをご覧いただければと思います。でここでは、空中写真判読でございます。でここで、A 破砕帯の走行方向南側の延長部につきましては連続的な変異地形は認められないとしてございます。
それから、その1枚前の図の29、28をご覧いただくと、この南方延長付近を横断する都連調査が、文字建設前に実施されてございます。ここでは、低段級堆積物に顕著なズレや変形構造が認められていないということで、この低段級堆積物にはアイラ火山灰が含まれてございます。でこういったことから A 破砕帯南方延長におきましては、少なくとも AT 勾配以降に活動した破砕帯は存在しないと判断してございます。で次に、文書の13ページに参ります。次は L2 リニアメントの評価でございます。でこれにつきましては、図の32、63ページをご覧いただきたいと思います。ご覧いただきたいと思います。ここでは、3つの区域に大きく区分してございます。で1つはこの L2 リニアメント北部と、北方陸域の部分、それからもう1つは、山地段丘境界、それからもう1つはL2 リニアメントの北方海域でございます。この3つに分けて、説明してございます。で結論でございますけど、有識者による評価につきまして、まずこの L2 リニアメント北部北方陸域でございますけど、16ページでございます。ここでは、図の39をご覧いただければと思います。39、70ページでございます。で北部の周辺の谷の中で、丸16ルートというのがございます。ここでは、断層変異による引きずりランドの変形はないとしてございます。で、主従検討の結果、この16ページの上の方に書いてございますように、以上を総合すると L2 リニアメントが断層運動によって形成されたと考える積極的な根拠なく、 L2 リニアメント北部は浸食地形であると判断してございます。で2つ目の区域でございます。山地段丘境界でございます。これにつきましての有識者による評価の結論でございます。これは図の42の73ページをご覧いただきたいと思います。だから文章でいうと18ページでございます。18ページの二ポツ3の上の部分でございます。この当該調査地点につきましては、強力を含む土石流堆積物からなる低段丘面で、オリジナルに起伏が大きく、地形に基づき断層の有無を把握することは難しいと言えるということで、この地域山地段丘境界付近では現在得られている調査結果のみをもって火山層が存在しないとの確かな評価はできないが、少なくとも火山層の存在を示唆する情報はないと判断するとしてございます。それから、3つ目の北方海域でございます。でこれにつきましては文章でいうと20ページになります。図面集でいきますと、図の48から始まる音波探査結果でございます。で20ページの中尾の有識者、この海域の有識者による評価でございますけど、これは特に音波探査記録を見ても変異変形は認められないとしてございまして、 L2 リニアメント延長部の北方海域につきましては、後期工事施設以降に活動した断層は存在しないというふうに判断しております。これが図の48から2の図の52までこの音波探査記録が続きます。それから B 層上部の上面の凹部ということで、これが文章で言うと20ページの下の E の部分でございます。E の B 層上部の凹部でございます。これにつきましては図の57をご覧いただきたいと思います。図の57はこれは音波探査記録の集約版でございます。図の53から図の56までの集約版でございまして、この青で、記載している部分が、ビースト上面のオーブがある部分でございまして、幅100メートルから300メートル程度のオーブがあって、これらはおおむね、南北に続くということが認められたとしてございます。でこれについてはまた後ほど評価させていただきます。で21ページでございます。21ページのオーブについての評価でございまして、ビースト上面のオーブにつきましては、L2 リニアメント北部及び山地段丘境界の延長に相当する構造ではないというふうに考えてございます。それから、文章でいうと21ページのこの L2 リニアメント北部の全体評価でございます。21ページの下の3ポツの少し上のところでございまして、L2 リニアメント北部及び北方延長には、後期構成
世以降に活動した男性は存在しないと文献等で指摘されているエルツリニアメントでは差別侵食による組織地形である可能性が高いと判断するとしてございます。それから21ページの一番下の部分、シラキ入団層と式内破砕体との地質構造上の関連性でございます。で、文字の西方約500メートルには火山層である白木入団層がおおむね南北で伸びているということでございまして、まず、これはちょっと戻りまして、図の6に戻れますかね。図の6、7ですかね。で、これは白木入団層のところのロケーション8のボーリング調査結果でございます。で、特に派遣観察をしてございまして、この白木入団層の活動による常磐の変形が文字が位置する東側常磐側に及ぶことは確かであるが、その実態範囲が明確にされていないため今後明らかにする必要があるというふうに考えてございます。これはロケーション8での観察結果でございます。それから、B ロートでございます。 B ロートにつきましては、すみません、図の63ページです。94ページ目です。文章でいうと22ページ目の3ポツ1ポツ2でございます。で、 B ロートにつきましては、これは少し離れてございますけど、敷地南方山地の破砕体の一つとして、JA が調査詳細調査したロットでございます。で、これにつきましての考察でございます。で、これにつきましての有識者による評価につきましては26ページでございます。文章でいうと26ページの上から、7行目あたりからでございます。で、図面集でいきますと図の68をご覧いただきたいと思います。図の68、99ページでございます。で、まあ、これは施設方もよくご覧になっていただいてますけど、この基盤の破砕体の一部が出ていて、一部が突出して上位の歴史中心まで細く入り込む状況が認められるということでございます。で、ビルトの破砕分につきましては、歴史層堆積後には活動していないと、周知検討した結果活動していないと考えてございまして、この破砕体を覆う歴史層の年代については約3万年前以降と考えてございます。それから26ページ3ポツ2の一番下の海域の評価のところでございます。これは白木入団層東側の変形、東極構造についての考察でございます。で、これについては27ページを見ていただきますと、27ページの中ほど3ポツ2ポツ3、B 層上面のオーブのスライラインのちょっと上のところに書いてございます。白木入団層の活動の影響を及ぶ可能性を踏まえて、B 路島付近では基盤岩中の小規模な破砕体を利用した微細なずれの有無についても確認する必要があると考えるとしてございます。それから、文章28ページでございます。3ポツ2ポツ4の白木入団層のブーマ探査記録の解釈についてでございます。これにつきましては、図の77、108ページ、109ページでございます。で、この解析の解釈についてでございますけど、この28ページのところに書いてございますように、ブーマ探査記録の解釈につきましては、一部では、単点解析波を変形構造と誤認している可能性があるということで、改めて断層形状や断層傾斜角を検証することも必要であるということとしてございます。それから3ポツ3、28ページでございますけど、3ポツ3の白木入断層と敷根破砕体との地質構造上の関連性のまとめでございます。ここに書いてございますように、白木入断層の東側には第4期関心性の活動が認められる当局などが認められることから、同断層の活動の影響が一定の範囲まで及んでいると考えられると。その影響範囲は現時点では明確ではないものの、白木入断層の影響が文殊敷地内に及んで、敷地内破砕体が後期高地以降に活動した痕跡が認められないとしてございます。総合評価については繰り返しになりますけど、一つは、28ページから29ページにかけて書いてございますように、最も連続性の良い A 破砕体を最小に敷地内破砕体を評価してございます。その結果につきましては、原子炉建屋付近のこの A 破砕体については少なくとも後期高湿線以降には活動していないと判断しているとしてございます。それから、29ページの
中ほどに書いてございます。白木乳とこの敷地内破砕帯の関連性につきましては、白木乳断層の活動による影響が一定程度に及ぶのは確かであるものの、現時点ではその活動の影響が文殊敷地内に及んで、敷地内破砕帯が後期工事指定以降に活動した痕跡が認められないとしてございます。でそれから L2 リリアメントについて29ページに書いてございます。でこれにつきましては北部その延長部に後期工事指定以降に活動した断層は存在せず、文献等で指摘される L2 リリアメントは差別侵食による侵食地球であると可能性が高いと判断するとしてございます。私の方からの説明以上でございます。はい、ありがとうございました。ただいま、事務局より説明がありました評価書案につきましては、有識者の皆様に、ドラフトを事前にお配りしてご意見を伺った後に、修正を加えたものであります。それでは今から評価書案についてご議論いただきますけれども、議論の進行上ですね、いくつかに分けて行っていきたいと思います。まず最初にですね、評価書全体の構成がこれでよろしいかどうかという点、それから2番目から個々の問題に入りまして、2番目がですね、原子炉建屋付近の破砕帯の活動性、具体的に言うとアルファ系列ベータ系列、特にアルファ系列の活動性ということ、3番目がL2 リニアメントですね、これの評価、それから4番目が白木乳断層と、敷地内破砕帯との関連性、特にB ロトについてですね、こんな順序で、やっていきたいと思いますが、こういう区分でよろしいでしょうか。それじゃあそのように進めさせていただきます。それじゃあまずですね、評価書全体の構成がこれでよろしいかどうかということについて、もし何かご意見がございましたらば、お願いいたします。発言する際はですね、挙手をしていただいて、私から指名があってから発言していただくようにお願いいたします。どなたからでも結構です。どうぞ。まず構成についてですね、全体の構成について、大体これでよろしいでしょうかね。特にご意見ございませんですかね。じゃあ構成につきましては、一応これでよろしいということで、もし何か後であればですね、また言っていただくことにしまして、それでは具体的な問題に入りたいと思います。まず原子炉建屋付近のですね、破砕帯の活動性、特にアルファ系列の破砕帯の活動性についての評価がこれでよろしいかどうかということですね。どなたからでもどうぞ。はい、水野先生。産総研の水野です。これ一番最初の叩き台が出たときに、原子炉建屋内で A 破砕帯というのが、一番その連続性が良くて、一番そういう意味ではメインの破砕帯だろうということで、これの延長部分を評価するっていう、そういう方針でいいかっていうのを有識者が、そういうのでいいというような流れの文案があったんですけども、私は それは特にそれだけを取り出して項目にしなくてもいいっていうふうに言ったんですが、でそこにちょっといくつかこだわってるところがありましてですね、その結論を言うと、この A 破砕帯の延長部と考えられるところが、ベータ破砕帯というものでですね、でそれとは別個に、アルファ系列の破砕帯というのがあります。図の11出せればお願いできますか。はい、すみません。これがその、A 破砕帯ですね、70メートルあるっていう話で、ここはもうその建物ができているので、掘り返せないということで、その延長の、この部分を見ようっていうことなんですが、
それでこれがこの A 派祭体が一番長いですし立派なので、こいつが多分一番大事だろうということで、その延長分というそういう見方はいいと思うんですが、結果的にですねここを見たときにこの A 波祭体の延長、ほぼ同じ方向だと思われるこの ベータ波祭体ですね、これが実はその活動時期としては一番最後ではなくてここのアルファ3というやつのいくつかが実は一番最後にこの辺の方向の波祭体を切っているという結論に なったわけですね。そうしますとでその方向というのはどっちかというと東西に近い波祭体でこの方向の波祭体が立派だからこれが一番最後まで活動してたというわけではないという結論になったわけですね。でそういうことを考えるとその連続性が良かったり非常にその破砕されている部分が立派なものがその一番最後まで動いているとは言い切れないということを示しているということは確かだと思うんです。でそういう意味で見るとこの、評価の最後の方にですねこの実際に評価したのはここのアルファベータなんだけどもこの A 波祭体に関してどうこうというような書き方に なってきていると。それがそのこのうち建物、原子炉建屋内のところのなんか評価みたいなことになってしまっているので厳密にはそれはちょっと違うんじゃないかっていう感じがしてるんです。ですから最初の方の表現はこのアルファベータともにその、後期更新制以降の活動ないというような言い方で、それはいいんですがそれがいつの間にかこの、A 波祭体が後期更新制以降活動していないという形になって、ベータのつながりという意味ではそれでいいんだけどもじゃそれがここ の建物、原子炉建屋の敷地内全体の評価を代表するのかというところを考えると少しですねやっぱ評価がされてないところがあるんじゃないかというのに気がつきまして、でそれはですねこの、A 波祭体 β というのはこういうような方向で、北北東南南西方向ですね主に。でこちら のアルファ3というのは東西に近いような方向なんですがここの中には、南北方向の波祭体がいくつかあるんですよね。で同じ方向 の波祭体が全部同じ時期に動いたかどうか厳密には分からないですけども少なくともこういうですね南北方向の波祭体についてはこっちの方には出てきてないのでこの方向の波祭体がいつ動いたかっていう評価がいるんじゃないかっていう気がしてるんです。で他のところここ以外では実はこの南北方向っていうのは全然出てこなくて確かにこの、A 波祭体の方向ですね北北東南南西あるいは北東南西方向の波祭体っていうのは結構立派でいろんなところに出てきてそれは少なくとも後期更新制以降動いてないっていう結論でいいとは思ってるんですがじゃあこの方向のやつですね南北方向の破砕体はどうなのかっていうのが他のところで一切出てこないしここにも出てこないのでこれについてはちょっと保留今の段階で保留なんだけど なんか一言やっぱり言っとかないといけないんじゃないかという気がしてるんです。でこの南北方向っていうのはまさにその白木仁王断層の方向なんですよね。だからそれに関連しているのかどうかっていうのをちょっと考えないといけない。それからこの中でこの A 波祭体方向の波祭体とこの南北方向の波祭体切った切られたの関係はどうなっているかっていうことに関しては事業者が特にその報告してなかったと思ってるんですがちょっとそれは私自身の見落としかもしれないんだけどもここでその
関係が分かってて、こちらの A 波砕帯が切っているという、南北方向の波砕帯を切っていれば、まあ、問題ないんですけども、それが言えないとなると、ひょっとするとこの南北方向の破砕帯の方が後かもしれない、最後、一番最後までこいつが動いてた可能性もあるということで、文言としてこれについて触れてないんですが、実際にそれから調査したのは、ここの範囲外のこういうところ、あるいはもっと南の方とか別のところなので、ちょっと評価のしようがないんだけども、これに関してはやっぱり少しこうコメントっていうんですかね、ここの評価については、別の視点、こういう南、北側の方向だとか他のところで確認をする必要があるんじゃないかとか、そういうようなことを少し足した方がいいかもしれないっていう気がしているんです。皆様ご意見をいただければと思うんですが。はい、今の点について他の有識者の先生方いかがでしょうか。これは何か番号というか記号はついてるんですかね、この南北のやつというのは。なんかいっぱいついてるんですが、破砕帯のあれは、B ですか、どっかに書いてありましたよね。 D 系列ですね。あ、そうですね、はい、よろしいですか。それで一番最後のページですね、はい、その一覧、111ページにですね、その今破砕帯、今言われた部分のその破砕帯のいわゆる個別のその長さとかですね、そういったもの向きですとか、そういうのを一番最後のページを111ページとか一番裏ですね、一番裏、図の一番最後のところに表2というのがついております。それですね。それと先ほどのその図の10の記号がほぼ対応していると思います。はい、この点につきましてはいかがでしょうか。これは一応原子炉直下 の部分では、A 波砕帯が、まあ、一番長いというだけではなくて、これ最新であるということだったんじゃないかと思うんですが、いかがですか。最新ではないんです。先ほどの、原子炉直下 の波砕帯の図面がありましたね。どこでしたっけ。先ほど の切り切られば、図の16でございます。16ですか。これは A 波砕帯の延長部のアルファベータについての、いや、原子炉直下が載っている図ですね。図の11ですね、先ほどの。これでいくと、まあ、こういう南北方向のが、まあ、小文字の D で表されている系列の何本かの断層がここにあるんですけど、これを見ると、例えばこういうところを見ると、この A 断層に切られているようにも見えるんですけれども、はい、どうぞ。今おっしゃったように、そういうふうに見えるところも確かにあるんですが、さっきの表2ですね、それぞれのところだと特にどの破砕帯よりも新しいとか古いとかっていうことは一切書いてないので、要するに報告書の中ではどっちが新しいということは一切書いてないと思いました。だから、まあ、勝手にこっちが判断するわけにはいかないので、まあ、そういうデータがあれば、むしろこうちゃんと出していただいて、それからもう一回この南北方向に関してはちゃんと評価しないといけないんじゃないかという気がするんですが、いかがでしょうか。はい、他の先生方はこの点いかがでしょうか。
じゃあ 竹内先生、いかがですか。はい、水野さんの委員さんの言われたポイントは理解して、報告書の構成をどうするかって今考えてたんですけども、スタートのところで最初の方でその A 波再帯が長いのでっていうふうに書いているので、どっかその辺までのところ、そのあたりで何か処理をしないといけないかなというんですね。問題設定という形で、そうしないと後の方でいろいろ持ち出しても、報告書の構成がガタガタしてしまうと思います。だから判断として立て屋の下というか、先ほどの表の2ですね、のところに親級関係等を整理して、で長さだけではなくて、別の根拠も加えた形で書き込む、あるいは他の方向についてもあるということを書いておいて、それで最後のまとめの方にはまた再び書くということが必要かなと思います。同じようなこと、ちょっとすいません、論点がずれちゃうけれども、旧保安院の方の指摘で応力の方向に関しても指摘があったわけで、やっぱりそれについてもまとめの方でもちょっと触れる必要があると思うんですよね。だから構成のところはちょっともう一つ、整理をする必要があるかなというのが私の意見です。先ほどこれでいいかって聞かれたんだけども、はい、はい、そうするとこれは多分この議論の中で例えば今のその D 波再帯のような南北方向のものをどうするかっていうようなことがある程度その議論が深まらないと、ちょっとそれどういうふうに処置したらいいかっていうことが決まらないですよね。すいません、水野さんが指摘されたように、南北ないし、北北西南南東方向は白木乳の方向でもあるので、その白木乳との関連でも触れるべきことになってくると思うんですね。だからその書き込む最後のところはその点で触れるということになってくると思うんですけども、はい、他の先生方はいかがでしょうか。はい、どうぞ大谷先生。岐阜大学の大谷です。今水野委員がご指摘された問題はなかなか難しいところなんですだと思ってるんですけれども、私自身がこの会議を進めていく中でこの A 波再帯に着目して議論を進めていくというのを議論したときには、やっぱりそのここが今後何かの地震に伴って地震が起きた時に断層が動いてここがずれる可能性があるかどうかという中で、最も長いものに着目したという経緯だったと思うんですね。そう考えていくと、それは裏を返す と、私たちはどこまで短い断層を着目する、どこまで短い断層まで着目する必要があるのかという難しい問題になってくるなと思ってまして、なので、ある程度連続性がある断層破砕帯ですと、もちろんその断層破砕帯でもその地震で動いた時にその眼光配列をするとかそういう場合もありますので簡単なことは言えないんですけれども、大きく ずれる可能性があるところとして、最長のものを選んだというのが、経緯だったと思うんですけれども、そのどこまで短い断層に、着目していく必要があるのかというのはちょっと議論が必要ではないかというふうに思っております。はい、水野先生。ここのですね、A 波再帯の延長上のここでその実際に切った切られたかを調べて、でその結果ベータ波再帯この方向が一番新しければ多分問題ないと思うんですが、
現実的にはですね、そのアルファ3なんとかっていうちっちゃいこれが、関連してるのかどうか、別方向の全く独立したものなのかどうかわからないんですけども、少なくともこの範囲ではこんな方向の破砕体が一番最後、一番後に動いているということは確かなわけですよね。そうしますと、この方向 そのメインの方向の破砕体の評価だけでは足りないということは確かで、だからそこのところで、宿題みたいな形で、そんな主要な破砕体ではないんだけども南北方向のもあるので、それについてはまたちゃんとした調査が必要だとか、そのぐらいの感じでちょっとこう宿題を残しておくというところかなという気がするんですが、だから確かに他のところ全部この地域以外のところでもやはりこういう方向の破砕体っていうのがいっぱい出てきて、でそれが実際に動いているかどうかっていうのはかなり議論をしてきましたので、そういう意味ではこの方向の破砕体が非常に発達していて、なんとなくこれが一番この方向が重要だろうっていうのはあるとは思うんですが、で それがイコール一番新しい動きとは限らないということも確かなので、その2つの点をちょっとこう分けて何ですかね、そのコメントを書いておくという必要があるんじゃないかという感じがするんです。はい、じゃあまだ発言されていない宮内先生いかがですか。多くを検証してこれで議論できないと思うんですが、その南北線の破砕帯については私も気になっていて、かつてのトレンチの調査の断面図の28の中に実は短い破砕帯の D シリーズは出てると思うんですね、A 破砕帯も含めてこの断面の中で、どれがどれか分かりませんけれども、この中には南北線も当然入ってるんだと思うんですね。だからこれを見たときに少なくとも、この断面で見る限りは南北線も含めて3万年以降ですか、新規の活動はないかなというふうにその時は見たんですね。でそれよりちょっと前、後期更新制度も前半の部分を判定するにはこれだけでは議論できないので、もしちゃんとやるとすれば今言われたように切った切られたという関係も含めて宿題になってしまうんだなと思っています。書くとすればそれをコメントとして残しておくだけで多くはこうできるのできないような気がします。はい、水野先生。今の宮内委員のご指摘のことで、このトレンチの図29ですね、ここに出てくる、ここの底に出てくる破砕帯の方向、これが北の方向が、こっちが北なので、多くはやはり A 破砕帯というか Aハサイ帯の方向だと思うんですが、こういうやつとかですね、ちょっと南北っぽい確かにあって、でこういうのは上のその断球堆積物を全部切ってないということから、こういうところでは その南北方向のハサイ帯も動いてはいない、その後期更新制以降は動いてないというのは、こういうところで補足はするというやり方があると思うんですが、やっぱりそのちょっと この方向がですね、本当にどっち向いてるの か生のデータここありましたっけね、方向書いてあるやつ、ちょっとそれ総加さん、小林でございます。生のデータというのは多分これが精一杯じゃないかなというふうに、確かに向きからするともう南北になってますけど、ミクロでトレンチ壁面の中でなんですね。28を見せていただきますか。ここの部分だけなんですね、今見てたのは。実際にはこうたくさんあって、こういうところが南北を走行のもかなり含んでるんじゃないかという話をした。
はい、まあ、ちょっとまとめますと、要するにまあ、水野先生がご心配なのは、そのいわゆるその A 波再帯の円はすでにもう原子炉が上に立っている、建屋が立っているので、まあ、調べられないから、その延長で、その横のところでですね、まあ、波再帯を調べたと。でその A 波再帯の延長とされるのがベータであるけれども、そのベータ波再帯をさらに切る新しい断層がアルファというのがあって、でそれを、まあ、主に今回、まあ、調べたと。それを主に評価したという評価書になっているわけですが、しかしそれはだから、その原子炉直下にある主たるそのベータ断層、あ、B、ですね、あ、ベータじゃないか、 A 波再帯ですか、 A 波再帯ですね、 A 波再帯そのものではないということ、そこが問題だと。でもしそれを切る新しい別の方向の断層が、まあ、一番新しい断層としてその存在するのであれば、原子炉の直下にあるやはりそうした断層である、例えば D 系列、今、水野先生が指摘されたようなそういう南北性の断層なんかも、やはりそれはきちんと調べるべきではないかと、まあ、そういうお考えですよね。はい。でただそれはですね、この有識者会合の中では残念ながら議論はほとんどされてこなかったわけですね。ですからそこのところについては、まあ、もし今、の議論から例えばこの、評価書にですね何か書くとすれば、まあ、ある意味今後の課題ということに なってしまうのではないかと思うんですよね。でまあ、それについては本来はもう少し有識者会合の中で議論をすればよかったのかもしれませんけれども、まあ、とにかく、この有識者会合の流れの中でですね、最初からもうその、波再帯、ある波再帯についての評価ということで、こう流れがもう最初からある状態でまあやってきている、来ていたということがございますので、まあ、水野先生そういう点に気がつかれたというのは大事なことだと思うんですけど、まあ、それはある意味今後の課題として、その何らかの形でこの評価書の中に記載を追加するというようなことになろうかと思います。それについてはまた全体の議論がの中でですね、もう一度その問題については、最後にもう一度議論どうしたらいいかということについてですね、することにして、次の課題に進みたいと思うんですけれども、他に何かその原子炉建屋付近のですね波再帯の活動性について、気がつかれた点、あるいは修正すべき点などございましたらばおっしゃってください。どうぞ。はい、大谷先生。10ページ目、評価書に10ページ目に書かれていることなんですけれども、これはここの敷地内の破砕帯の問題に限らず、敷地外およびその白木入断層との関連で、まあ、全てに関連、白木入断層との関連ということに全て関わってくるんですけれども、評価書10ページ目の真ん中のあたり、すなわち1ポツ2の上あたりのところに、活断層である活断層である白木入断層と敷地内破砕帯を比較して、でそれで、まあ、要はその組織が違うからなので、これはその活動時期が違うでしょうという議論が行われています。で組織が違うということ自体はそれは疑いもない点なんですけれども、組織が違うからといってで活動時期が違うということが言えるかどうかっていうのは本当に私疑問に思っていて、それはなぜかと言いますと、組織が違うということは、まあ、活動した場所が違う、活動深度が違うというの、形成深度が違うというのはもちろんあるかもしれないんですけれども、それ以外に白木入断層の方がおそらく累積変異量が多いとかですね、いろんなファクターが絡んでくると思うんですね。でそういう状況において組織の違いを持ち出して、活動履歴のようなことを言えるのかどうかというのを疑問と思っておりまして、これは曖昧な部分であるので、私は削除した方がよろしいんではないかと思っております。でちょっとこの点ぜひ議論させていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、他の先生方この点についてはいかがでしょうか。要するに組織の違いということから、その活動時代の活動した年代の違いということを、言及しているわけですけど、それが適切かどうかということですね。確かに言われてみればそうですね。水野先生、この点についてはいかがですか。先ほど指摘したところとも関係してくると思うんですよ。だから破砕帯がこう長く つながってるとか、あるいはこう立派だからそれが最後まで動いてると言い切れないっていう話だったので、それと同じことだと思うんですよね。そういう意味ではそれをもって、活動時期がどうこうっていうのは厳密には言えないということなので、そこの流れとしては、そうですね、私個人としてはこれを確かに削除してもいいかなという気はします。はい、他の先生方はいかがでしょうか。竹内先生はいかがですか。はい、これはおっしゃる通りで、未熟なものは破砕帯があまり発達しないとか、粘土の積層構造もあまりないというのはありますので、古い新しいというようなことはあるかもしれないので、特に、なくてもいいと思います。削除されても構わないと思います。はい、宮内先生はじゃあそれでよろしいですか。新旧判定の原理が果たしていない以上は無理だと思います。はい、それではここの部分はですね、古い時代であると考えられるというこの文章についてはですね、これは基本的に削除するということにしたいと思います。事務局の方それでよろしいですか。曽我さん、小林さん、これ確か宮内先生の方から前回ですかね、の会合でいただいた資料の中に、その断層岩の観察と発達過程によれば B 級活断層の白木乳断層に比べると式内破砕帯の形成はより古い時代に行われたものと考えられる。これをちょっと引用させていただいたんで、ただ宮内先生が先ほどおっしゃられたんで、我々削除しても差し支えないというふうに思います。はい、じゃあここのところはですね、組織の違いから時代の違いを言うというのは確かにちょっとまずいと思いますので、ここのところは削除すると、古い時代であると考えられるという部分についてはですね、削除することにしたいと思います。はい、他に敷地内破砕帯についてございますか。それじゃあまた気がついたときにですね、言っていただくことにして、次の課題に進みたいと思います。では3番目のですね、 L2 リニアメントですね、これの評価につきまして、ご意見をお願いいたします。どなたからでもどうぞ。特に L2 リニアメントについてはこの評価書案の通りでよろしいですか。はい、竹内先生。L2 リニアメントについては意見があるわけではないんですが、記述としてですね、21ページの2の4のすぐ直前のところ
のところでそのオーブの連なりについて書いてますけども、重要と考えられるのでって書いてあるのが何を言ってるのかわからない。実はこれは後の方のバックスラッシュのことなんだけども、私は特にそう思ってないので、重要かどうかっていうのは何だろうと思いますよね。で、まあ、そのエルトゥーリニアメントがバックスラストであるかどうかっていうこともちょっとここでは言いにくいですよね。なのでこれ、この重要と考えられるというのは削除じゃないかなと思うんですけど。はい、オーブの連なりというところですね。その部分について、白木入団層と敷地内破砕と地質構造上の関係を考察する上で重要と考えるので別途 3-2 で口述するとなっていますが、まあ、どういうふうに重要か分からないというお話ですが、ここの点については他の先生方はいかがでしょうか。じゃあ、はい、あるいはおっしゃりにくいのかと思うんですが、あるいはですね、バックスラストという言葉は後からしか出てこないんですよね。で、唐突に出てきますよね。これ何を根拠にそう言ってるんでしょうか。ということで書くんであれば、今のエルトゥーリニアメントの B 層上面のオーブのところでバックスラストの可能性があるんであれば、そこに書くべきであってですが、それはどういう根拠なのかなということがよく分かりません、私には。バックスラストというのはこの27ページの一番下の方の数行に何回か言葉が出てくるんですけれども、ただこれは結論としてこれがバックスラストであるとかないとか言っているわけではないですよね。だからそういう考え方もできるというあり得ることであるというような文章になっているんですけども、はい、水野先生。文章の流れとしては要するにそのエルリニアメントの、延長上がその海にあるかどうかということが まずあってですね、でその なんかその海の中に変なのがあるんだけども、でその方向っていうのは南北方向で、このエルニリニアメントの方向とは斜行してて違いますよというのが流れで、だからそこでもそれでは止めておくと。でただそのこのなんか変なのがあるのはまた後で出てくるので、必ずだからここのところでそれに言及する必要はないと、武井氏おっしゃるように必要はないという気はします。とにかくエルニリニアメントの延長がそのままあるわけじゃないんだという、そういう評価のところで止めておくということでいいんじゃないかと思います。そうするとこのなお書き21ページのこのなお書きは削除すると、そういうご提案ですか。ただそうするとその後でこのバックスラスト云々という話が出てくる時に、さっきそこではですね、 B 層上面のオーブはエルトゥーリニアメント北部および山地丘陵境界段丘境界の延長に相当する構造ではないと考えると、言っておきながら後でまたバックスラストかもしれないという議論をするのはちょっとどうかなという感じはするんですね。それはですね、要するにバックスラストとそのエルニーリニアメンの性質が全く別個のものということでいいと思うんです。少なくともエルニーリニアメントとは関係ない話でということでいいんじゃないかというふうに僕は思ってるんですが、
だむしろその白木ニューダンスを本体に伴う なんからしいのが、まあ、それがその、白木ニューダンスに関連しているかどうかっていう議論のところで出てくるっていうことで、エルニリニアメントそのものは白木ニューダンスとは完全遮光してて別物であるのは まず間違いないと思うんですよね。だから そういうものとは違うというなるほど。そうするとこの後の方に出てくるバックスラストってのはあくまでもその海域 その、まあ、地形的なそういう特徴についての説明であって、エルトゥーリニアメントとは関係がないとそういうことですか。じゃあそういう感じでよろしいですか他の先生方。そうするとこの21ページの上の方のですね3段落目の直書きですね、これを削除すると全部削除するという感じでよろしいですか。はい、それではそのようにさせていただきます。事務局の方よろしいですか。はい、他にエルトゥーリニアメント関係で何がございますか。それではまた何か気がつかれた後で言っていただくことにして、じゃあ最後にその4番目の項目ですね、白木ニューダンソーと敷地内破砕帯との関連性、これはまあ主にB路灯のことなんですけれども、これについての評価についてご意見があればお願いいたします。どなたからでもどうぞ。特にございませんでしょうか。はい、大谷先生。22ページの、ここに 3-1 陸域の評価とあって、で 3-1-2 の直前ぐらいですね、以上を踏まえると上盤の変形が、まあ、東側に及ぶことは明らか確かであるが、その実態や範囲が明確にされていないため今後明らかにする必要があると考えるという形で終わっているんですね。実はこれ以降ですね、今後明らかにする必要があると考えるという文章が結構出てくるんですけれども、これもしかしたら構成とかなんかそういうこの報告書の位置づけとかそういう話になるかもしれないんですけれども、この今回の有識者会合でその どこまで明らかにしないといけないのかとかですね、残された問題が何かとか、あるいは残された問題というのがなんか敷地内破砕帯のことを考えるために本質的に解かないといけない問題が解けずに残されているのか、あるいはそうでないのかというのを整理した方がいいと思っているんですね。そういう意味でここの白木ニューの活動がどこまで及ぶのかというのは確かに、一番最初に与えられた課題として重要な、一番最初に与えられた課題ですので重要ではあるんですけれども、一方で、この問題をクリアできなくても、今回はその敷地内の破砕帯に関して少なくとも積極的に活断層の存在を示唆するようなものは出てきていないというところがあるんですね。そうすると、この白木ニューの影響がどこまで及ぶというのは確かに明らかになれば望ましい問題ではあるんですけれども、明らかにする必要があるかどうかっていうとまたちょっとなんか問題が違うような気がするんです。でこれ明らかにする必要があるというふうに書くとそれは何が起きるかというと、有識者外交ではこれは明らかにしたかったけどできなかったということになってくるわけですので、そこら辺我々の立ち位置も含めてここをどういうふうに書くのかっていうのはちょっと慎重な検討が必要だと思っております。はい、わかりました。他の委員の先生が、他の有識者の先生がいかがでしょうか。はい、竹内先生。竹内ですけども、今の点実は後の方に似たような表現が出てくるというご指摘の通りなんですが、白木ニューと文殊との関係で今ご指摘になった行のすぐ上で、
どの程度の距離まで及ぶかも把握できないって書いてありますよね。確かに把握できないんですけども、この群列ボーリングの結果で断面図と図の7ですね、その断面図だと白木乳の断層面を貫通した SLB、ナンバー11ですか、 SNLB ナンバー11のところは傾斜が、断層面の傾斜が急で、それから他の群列ボーリングのところは傾斜が緩く書かれていますよね。そういうようなことからすると、まあ、大体地表ので、断層が顔を出しそうな地表で、その、急傾斜させているような影響のあるところ、から考えると、まあ、50メートルくらいで、収まってしまうんじゃないかと、そのバックスラストがどこへ出るかというのはもう一つわからない問題なんですけれども、まあ、この断面で見る限りはその程度。それからちょっと話がずれますけど、徳島県で活断層の上にその重要施設を設置したりするときには県の調査が必要で、それは断層の破砕帯40メートルくらいになってるんですよね。まあ基本的に広角な断層ではそうだろうと思いますが、こう傾斜のある断層になってくるとその辺が長くなってくるだろうと思います。でここでは群列ボーリングのことを書いていますので、群列ボーリングではまあよく分かんないということでいいかと思うんですけど、後で私意見があるんですが、海域の方ではですね、東極帯っていうのは認識されていて、でそれはおおむね200メートルか300メートル程度なんですよね。でそういうことは分かるんじゃないかと思うんですよ。全くわからないんではないので、そういう意味で大谷さんの指摘された通りなんですが、今後明らかにするんじゃなくて一定程度わかってるじゃないかと思うんですね。それをなんとか書き込んだ方がいいなと思います。陸域でまあわかるのはこの群列ボーリングだけなんですけども、さすがに50メートルっていうことで書いちゃうのはどうかなと思いますので、海域のことまで含めると2、300だと思います。で文章中後の方で数百メートルって書いてあるのは、これは数って書くと7、8みたいな受け止め方があって、7、800っていうと大きすぎると思うんで、分かってる数字で言えば2、300メートルじゃないかなというふうに思います。ので、はい、大谷さんの意見にこの部分では修正というかするという意見に賛成です。はい、ありがとうございます。そうすると修正は主にその群列ボーリングの結果を記述するような形で今後明らかにするということではなくて、この程度まで明らかになったという形の文章にするということですね。はい、どうぞ。ここ先ほど竹内先生からもお話にあったように、実は後々のバックスラストの話とも絡んでなかなか書きにくいんですね。実は何でかと言いますと、この3の1の1は白木乳断層近傍と書いておりまして、確かに近傍のことを議論しようとするとこの図の7の話しか出てこないという話になってしまうと思うんです。でそれで近傍の話をまずして、その後もうちょっと離れた B2 路等の話というふうになってというふうに、でさらにそうですね、陸域に関してはそうですね、そういう話になって海域の方になってバックスラストの話が出てくるということなので、白木乳断層の影響がどこまで及ぶかというのがここにちょっと書いてあるんですけれども、ここで書かれているのはあくまでも断層近傍のこと、 つまりこの図の7で、まあ、この結果からするとまあどこまで及んでいるかは完全にはっきり言えないということになってしまうので、なんかここだけで修正してもうまくいかないような気がするんですね。それがちょっと厄介なところで、どういう私自身もちょっと迷っているところです。どのように修正すべきかという点に関しまして。はい、水野先生。今ご指摘にあったようなことで、むしろ評価をそれぞれ
細かく分けた方がいいかもしれないという気がするんですね。つまりその白木入断層の影響でその広い範囲でどうこうというよりは、極近傍陸域の極近傍のところではどういうふうに評価すると、それから、海域ではどう評価すると、それと、B ロトでどう評価すると。で特にB ロトというのはその位置づけがなんかいまいち私自身もよくわからないんですが、その一つの可能性としてはその、一番最初に議論した原子炉建物 その敷地内に出てくる A 波彩帯の延長みたいにも見えるわけですよね。だから その延長の、北北東南南西方向の波彩帯の評価の一つだというふうにも捉えることができると。でそれとは別個にそのバックスラストっぽいものを南に延長するとその辺に出てくると。ただしその波彩帯の方向としては全然別個の方向なので、だからそういう波彩帯の方向は違うんだけど影響がそこまでの位置で出てくるのかどうかという意味では確かに B ロトっていうのはその、白木入断層の影響の範囲と見ることもできるんだけども、全く別個の、波彩帯としてA 波彩帯方向の評価みたいなものの一つとして B ロトもあるとということで、そういう意味で全部白木入断層の上盤側の中の影響というふうに見るよりは B ロトに関してはその白木入断層の影響の範囲としてはどうかというのと A 波彩帯方向の波彩帯としての評価はどうかというような2つの面で書いた方がなんとなく分かりやすい、逆に分かりにくくなるのかもしれないですけど、そういう面で見るとどうだっていうような感じで書いた方がいいのかなという気がしてるんです。で確かに少なくともその B ロトに関してはあそこがバックスラストかどうかっていう議論はそもそも方向が変なので、その議論そのものが確かに 変ではあるんです。だからちょっと別個に扱った方がいいかな、個別に小さな込み出しの中で評価する方がいいかなという気がしてはいます。だからその大きな括りとしては白木入断層近傍の中に入れた方がいいかなとは思うんですけども、はい、はい、そうするとただその近傍というのと B ロ島というのは一応別の説になっているんですよね。現在も一緒くたんに、書いてあるわけではないんですよね。これ今の構成はこのまんまで、よろしいかとは思うんですけども。そうですね、失礼しました。その中でだからそれぞれのところで特に B ロ島に関しては白木入断層の影響 と、その A 波彩帯方向としての位置づけみたいな 両方をこの、3の1の2のところの評価として書くという方が分かりやすいというそういうことだと思います。失礼しました。はい、今の水野先生のご意見についてはいかがでしょうか。この B ロトが A 波彩帯の延長かもしれないという議論は確かあったような気がしますね、会合の中でも。で途中に路頭がないかとかなんかそういう話もありましたよね、そういえば。はい、それは、はい、どうぞ大谷さん。
ここの章で確かに B ロットはかなり紙面を割いていろんな説明がされてあってですね、でただそれはやっぱり白木入断層とモンジュとの間で、見られる破砕帯ロットとして、A ロットと B ロットというのがあったんですね。で特に B ロットの方が結構なんか特殊な、破砕帯というかその、ね、粘土、断層ガウジの部分が上の歴層までなんか突き抜けていっているように見えるものが出てきたので、なので、それを特に注目して、まあ、それがまた後から出てきたというものもありましたので、それを、現地調査で2回目の現地調査できちんと確認をすると、そういういろいろプロセスを踏んできましたので、まあ、最終的な報告書案として B ロートにかなり紙面が割かれているという状況だと思うんですけれども、ただ白木入断層とのモンジュとの位置づけを考えるという意味で言うと、やっぱりその間にある、A 路と B 路とっていうのがそれぞれなんか同じように扱われ、報告書としてはですね、報告書としては同じように扱われていくべきですし、なぜここまで B 路とに、着目をしていったのかっていう、経緯が、まあ、現状でもある程度あると思うんですけれども、ある程度そこら辺の B 路との位置づけというものですね、しっかり書いておく必要があるのではないかと思います。今その水野先生の話で、その A 破砕帯の延長になるのではなかろうかとか、まあ、そういう位置づけを含めて報告書の方にきちんと記載しておいた方がいいのではないかというふうに思いました。はい、ありがとうございます。他の先生方はいかがでしょうか。まあ、ここ B ロットの最初のところに3行ぐらいですね、簡単にこの説明が書いてあってですね、B ロットは A ロットとともに敷地南方山地の破砕帯の一つとして JEA が詳細調査したロットであるとで、いうようなことでですね、ただここにはその白木入断層と文殊の間にある破砕帯だということが書いてあるだけで、敷地内破砕帯との関係というようなことは、書いてないですね。そういう可能性もあるという議論は確かに有識者会合の中で今までも若干あったことは記憶しております。それを加えた方がいいということですかね。竹内先生はいかがですか、その点については。はい、経緯としてはそういうことがあったと思いますので、書かれてしかるべき、報告書としてはですね、書かれてしかるべきだと思いますけど。宮内先生はいかがですか。この B ロットはかなり宮内先生も気にされてたと思うんですが。そうですね、この委員会から宿題を出して丁寧に調べて、我々も必ず見ましょうということで1回は確認行った経緯があるので、まあ、結果的に重みがなかったということの結論に達しているのでありますが、まあ、確かにこんなに詳しく書く必要があるかって言われると、一生懸命やったので書いた気持ちは分かりますが、先ほど来から日崎ニューの上盤の変形の領域との関係ですよね。先ほどの50メートルってちょっと小さくないですか。陸側の方、ボーリングの断面から断層60度設定して滑りを与えて変形を与えると、上盤はもう少しやはり隆起するところ、沈降するところも含めて変形と捉えればやっぱり数百メートルですよね。大きな変形が出るというのはボーリングからわからない。だから影響評価、なかなかそのどこまでを捉えるかっていうのはさっきからちょっとなかなか答えの出にくい表現かなと思っていました。B路島というのは白木入断層からこの、評価書の表現では 0.8 キロメートル東に位置するという、モンジュの南西方約 0.8 キロか、白木ニューとの距離っていうのは書いてないですね、これは。そっか、
もうすいません、ちょっと勘違いをしました。距離についてはどうですかね。まあ、確かに宮内先生おっしゃるように50メートルというのはちょっと影響の範囲としては小さすぎるような気がしますが、数百メートルというとその数をどれぐらいに取るかというのは取る人によってかなり違うので。はい、どうぞ。この、今図面を、この図の63見ていただくと、ここからここまでの、まあ、およその距離ですね。でここにちょっと縮尺が非常に短いんですけど、100メートルですか、ちょっと私も目はちょっと遠くてわからないんですけど、100か200かちょっとわからないんですけど、まあ、100だとしたら、まあ、200ですか、そうすると200メーター程度ですかね、離れているということだと思いますけど。それも一応きちんと、こう白木乳の影響がどれぐらい内陸側に及ぶかということですから、きちんと距離をやっぱり書いた方がいいですよね、これは。はい、それでは、B ロトに関するその位置づけの部分ですね、これをもう少し補強すると、詳しく書くと。詳しくというのはつまりその白木入断層と文殊の間にあるというだけではなくてですね、まあ、どれくらいの距離にあるかということもと、それから敷地内断層の延長としての可能性もあるというようなことで、有識者会合の中で議論をしたということですね。そこのところを、まあ、きちんと書き加えるということにしたいと思いますが、それでよろしいですか。内容的にはB ロットが、白木乳から約200メートルくらいなので、その意味では影響が考えられる範囲内ということだと思うんですね。海域の方のことから考えるとね。で、しかし B ロットについては特段そのバックスラスト的な断層っていうか破砕帯が見つかっているわけでもないし、途中で曲がってっちゃったりしているということが、まあ、報告されるという内容なので、宮内さん言われたように、まあ、調べたけれども特段それは何か影響が認められたということにはならないという内容だと思います。はい、わかりました。じゃあ、まあそのような方向でちょっと、ここの B ロ島のところは、修正をかけるということにしたいと思いますが、事務局の方はそれでよろしいですか。曽根さん、小林さん、やっぱりこの有識者会合のミッションがもともと敷地内破砕帯ということがテーマでございますけど、それとの関係というのはやっぱり明記しておかなきゃいけないと思いますので、おっしゃるような形で修正させていただきます。はい、じゃあ今の点についてはそのようにしたいと思います。他にこの白木入断層とですね、敷地内破砕帯との関連性ということについて何かございますでしょうか。はい、竹内先生と。28ページの 3-3 でもいいですか。 3-2 どうぞ。さっきのその27ページだとバックスラストという言葉が出てきているのでですが、28ページの最後の 3-3 のところは白木乳断層と敷地内破砕帯との地質向上の関連性のまとめという部分なんですけれども、一定の範囲までというふうに書いてあるのと、その前に理由としてダブルクォーテーションですけれども、第4期間申請の活動が認められる当局等が認められるということで、証拠を挙げていると思うんですね。
そうすると、まあ、言葉はこのまんまでもいいかもしれませんが、内容的には、私の感覚ではですね、影響の範囲というのは、当局の幅に300メートル程度の範囲ということだと思うんですね。で、他に、一般的な考え方として、ある傾斜を与えた断層で影響を与える範囲、バックスラストが出そうな距離とか、そういうのは考えられると思うんですけれども、一応事業者側で提示したデータからでは言うとすれば、海域の当局だと思うんですね。それを見る限りは一部400メートルくらいのものもありますけれども、全体としては2、300ではないかと思います。でこれを数百メートルというかどうかですね、表現として、まあ、そんなようなことがあると思います。その点と、もう一つは27ページのところで、まあ、関係してバックスラストということが出てきているんですが、出てき方がちょっと唐突になってしまっていると思うんですね。以上の2点ですね。はい、じゃあ今の竹内先生のご指摘の点について他の先生方いかがでしょうか。数百メートルっていうのは具体的にはこの26ページの一番下の行に書いてあるこの数百メートルですね。はい、いかがでしょうか。数百メートルっていうと文殊の敷地全部入るじゃないかと思いますけど、ただ普通数百メートルっていうと、まあ、例えば2、300メーターぐらいを数百メートルというふうに捉える人も結構いると思うんですよね。あんまり700、800メートルを数百メートルとはあんまり言わないんじゃないかと。あ、そうですか。まあ、それは若いからですね。まあ、かけたら数字を書いた方がいいかなと思います。はい、じゃあその点も含めていかがでしょうか。大谷先生いかがですか。私も今までの議論と同じ、数百メートルの範囲内に解釈として文殊が含まれてしまうという恐れがあるので、やっぱりなるべく正確に書いた方がいいと思います。はい、他の先生方いかがでしょうか。はい、水野先生。そのバックスラスターかどうかっていうのは多分一番大きいと思うんですよね。でそれのだから何ていうんですかね、バックスラストと考える理由を、要するにそういうふうに可能性があるとすれば、もう少しちゃんと書かないといけないっていうようなことだと思うんですよね。でそうだとすると、例えば白木入断層から具体的に何百メートルの範囲にそういうものが出てくる可能性があると。だけどB路島だと白木入断層からどれだけ離れているけど、そこでは影響は見られないというような書き方をして、まあ、この辺の範囲いないみたいなところ に具体的な数字としてこう書くのがいいかなという気がします。で問題はそのバックスラストかどうかというのを、どう判断するかで、まあ、可能性が高いか少ないかぐらいだと思うんですけど、僕はその可能性あるとは思ってるんですが、あんまり強くは主張しませんけども、完全に否定はできないというような程度だと思います。でそこの辺は、まあ、委員の皆さんどう考えるかで、その範囲の距離を入れるかどうかということになってくるかということだと思うんです。はい、どうぞ。今の点ですけれども、
まあ、一般的な可能性として指摘しておくということもありかなとは思うんですが、海域の方を見る限りはバックスラストというのは見えてないですね。特段どっかありますか。あればそれを証拠としてあげればいいと思うんですけど、海域の方はですね、解説案の問題もあって書き当局を書きすぎだというふうに私は思ってはいるんですけども、まあ、それはそれとして一応表示されているものは、まあ、断層近傍のもので、バックスラストではないですよね。白木ニューの本体の、影響というか、まあ、この断面上では上下、変異による引きずりみたいな形での当局になっていると思うんですけども。はい、どうぞ。具体的に見ますと、どれがいいんだろう。例えば図の54出ますでしょうか。ここにその、これ の、 下の方ですね、 J の 3045G という断面で、青のバーが入って書いてあるところがその大地というふうに見られているところで、それでその、一番上の、青色の反射面のところで、このくぼんでいるところですね、一番へっこんでいるところ、ここまで、そこのところまでの部分ですね、これがだからこの南西側が隆起して、この部分がへっこんでいるように見えるんですが、その下の方に全然その累積がないということですか。でそれがそのちっちゃすぎてあまり見えないんじゃないかというふうに思ってるんですが、まあ、絶対そうだという自信はないんですが、で例えばその、図の55ですね、55の、下の方の図のここのところは確かになんかここだけ削れてるみたいな形になってるんですが、何とも この辺に何かありそうにも見えるけど何とも言えない。ここから上がは確かに覆ってるという、ここから上は切れてるって感じはしないんですけども、そういう意味で古い時代に何かこうあって、ここだけこうへっこんでるという感じに見えなくもないという、こっちの方もそうですね、この辺になんとなくありそうな気もするけどという、で それを単にその谷地形とちゃんと言えるかというほどの逆に証拠もないような気もしててですね、まあその可能性もあるぐらいは主張しておいてもいいんじゃないかという気は してるんですが、はい、はい、宮内です。同じように海域のプロファイルで図の77が出ますでしょうか。竹内が断層の引き方をちょっと直した方がいいではないかって言ったんですよね。一つ、まあ、基準になる反射面がありますけれども、比較的緩く当局主点形して、まあ、断層関連周極的にこれ変形して釣れば水野委員が言われるバックサスとこういうところに出てくるというイメージですよね。これスケール見ると250メートルですから、500メートルを優に超える幅になると思うんですね。まあここにはそういう構造は出ていないように見えますね。で、まあ、こういう主断層に対してバックスラストが出るか出ないか、おそらく応力集中がこういうところに起きて発生するわけなんですが、やっぱりいきなり切って出てくるってなかなか難しいと思うんですね。やっぱり基板岩の中に古傷がないとそれを使って出にくいんではないかと思うんです。で、まあ、この下ちょっと分かりませんが、まあ、そういう意味で陸域を見た時にも花崗岩帯の中でいきなりそこを割って出てくるバックスラストを想定するのはなかなか厳しい。だからいろんな破砕帯があって、どれか弱面を使って累積性があれば判定できますけれども、今のデータではなかなかそういうのは見えないなという、だいたい方向もね、同じ方向じゃないと動きにくいですよね。これを見ると竹内、範囲はもっとかなり影響の
及ぶ範囲は広くなるような気がするんですけど、700メートル。あ、そうですね。これかなり広角だけれども、はい、は及ぶ範囲は広い。こっちもそうです。まあ、それが全体がそうだとすればですね、だけども例えば ここだとずっとこれこういうふうになってるわけですよね。じゃあこういうふうに変形させたものは何だということになって、この断層による変形とはとても言えないと思うんです。別の変異のセンス、はい、様式が必要ですね。これについても私はそういうふうに思うので、で広角であれば広角になるほどその影響の出る幅は狭くなりますよね。そういうことで、まあ、ごく一般的な可能性を指摘する程度かなとは思います。ここから積極的にバックスラストっていうのはとても言えないというふうに思います。はい、まあ、バックスラストという言葉が出てくるのはこの27ページの一番下のところだけなんですけれども、まあ、ここではだからそういう可能性もあるというような一般的なことが書いてあるだけですよね。可能性も考えられるということですから、まあ、特にそれについてここで目くじらを立てて削除するとかそういうことでもないような気がするんですが、何かここで具体的にこう修正すべき点ことっていうのはございます。はい、水野さん。今宮内委員からご指摘あったように、確かにその未固結の地層が厚いところでそんなスパッと切れるかっていうのは確かにあると思うんですよね。まあ、そういう意味じゃまあ、バックスラストという断層、副断層が出てるというよりは多少そこの辺まで変形が及んでる可能性があるというような、こうちょっと弱めの表現にしておくという、なんて逆なんですかね、まあ、そこに出てるみたいな形で、まあ、要するにお家のところがその断層の影響でこう、構造的にまあ、なんていうか、ちょっと へこんだみたいな、そういう可能性も考えられるぐらいの、まあ、表現しておくと、まあ、バックスラストまでは言わなくてですね、そのぐらいの方がいいかなという感じはいたしました。バックスラストという言葉をじゃあ使わない方がいいと、そういうご意見ですか。はい、大谷先生はいかがですか。はい、私自身はこの音波記録の解釈というのは私の専門を外れてしまうので、バックスラストというかどうかというのは私自身すぐ言えるものではないんですけれども、ただ気にしていることとしては、この 3-2 の3章の最後がいろいろ書いた上でさらに確認する必要があると考えると終わるんですね。で、となるとこの必要があると言っているのが、結局そのバックスラストとかいろいろ議論している問題が解決しないと、敷地内破砕帯の問題をが解決しないという意味でこれが必要とあると考えているのかどうかよくわからないと。一方で今の議論を聞く限りにはバックスラストかどうかっていうのは、まあ結構曖昧なところが大いに残されていると。でかつ、ここの 3-2 の3章だけを捉えると確かに解決しきれていないので、まあ、さらに確認された方が望ましいことは確かだと思うんですけれども、この評価委員会有識者会合という枠組みで考えると、この今問題としている部分はさらにその陸上の延長があるかとかですね、敷地内にそのような痕跡があるかとかいろいろ見ていくことができるので、最後そのさらに確認する必要があると考えるというほどの重みはここではないんじゃないかというのが私が気にしている点です。これちょっと気になる場合によっては問題となる表現かというふうに思っていますので、何か議論ができればと思っております。はい、今大谷先生のご指摘はその一番最後の、まあ、結論部分ですね、この説のそこの表現がちょっとまずいのではないかということですね。これはですからどんな感じにしたらよろしいですかね、この修正案としては。
これ私から提案するとすると、そのさらに確認する、あくまでもこのさらに確認する必要があると考えると言っていることが、あくまでもこの海域の B 層上面のオーブの連なりのことに限定されるものであって、でこれ自体が、このこと自体がその全体の、必要であると言っていること自体が、この全体の報告書全体のに関わってくる大きな課題ではないというふうに私はちょっと理解しているんですけれども、これはちょっとあの委員の人によっていろいろ意見があるかと思いますので、そのあたりの統一をこの場で図ることができればと思います。まあ、そのさらに確認する必要があるかどうかということですね。そこのところ竹内先生いかがでしょうか。そこはシンプルに28ページ の、 あの一番上の 3-2-4 のすぐ上の一段落は不要だと思いますけど、可能性だけして、あの先ほど水野委員さんに言われたような可能性を指摘しておけばいいんだろうと思いますけど。はい、じゃあ可能性を指摘するだけで、さらに確認する必要があると考えるということは、取り除くと、削除するということでよろしいですかね。はい、じゃあその可能性もあるというところで止めるということにして、さらに確認する必要があると考えるというところは削除ということにしたいと思います。他にございますでしょうか。白木入関係、じゃあ大体あの以上で、あの個々の部分についてのですねご指摘は尽くされたというふうに判断しまして、最後にですね、まあ以上のご議論を踏まえてですね、全体として全体を通してですね、何かご意見がございましたらばお願いいたします。特にあの後で場所に関わらずですね、気がつかれた点も含めてですね、お願いいたします。はい、大谷先生と。すみません、あの戻ってしまって恐縮なんですけれども、今その議論がありました28ページですね、 3-2-4 の直前のさらに確認する必要があると考える、まあ、これは削除するという話になったんですけれども、そうするとどうなるかというと、最後の終わり方がその南方延長は文殊敷地内を通過する可能性があるもあるで終わるんですね。でそれっていうのはこの、有識者会合で何をやらないといけないかということを考えたときに、やっぱり敷地内で、今後活動する破砕帯があるのかどうかというのを検討しないといけないという話になって、このここで通過する可能性もあるということが全体にどういう影響を与えるのかというのがなんか曖昧な形になってしまうと思うんです。でそれはどこにつながっていくかというと、3-3 のところで、下から産業のところでその影響範囲は現時点では明確ではないものの、まあ、敷地内、白木入断層の影響が文殊敷地内に及んで敷地内破砕帯が後期高線質性以降に活動した痕跡は認められていないというところに行くんですけれども、あのそこで要はその矛盾しているような文章表現になっていないかというのが気になっていまして、可能性があると言っておきながら痕跡はないというふうに言ってしまっているところがなんか無理があるような気がするんです。なので、個別のパーツごとにこんな可能性がある、だけどここで見たらこうだっていうのがいろいろあった中で最後まとめが来ているので、やっぱりそう考えるとまとめの部分でもう少し個別でこういうのが見られたけど、海域ではこんな痕跡があったけど陸域でそれに対応するものがないからこうなんだとかですね、まとめの部分でもうちょっと議論が必要ではない なのではないだろうかと。でそうしないとあの報告書の中として整合性が取れてないことになってしまうのではないかという気がちょっと気になった点です。はい、重要なご指摘だと思いますけども、そこのところはいかがでしょうか。
これは先ほど削除した部分はですね、これ海域の当局というかお家ですね、あれの話なんですよね。それの南方延長が陸域に達している可能性があるという指摘で、しかし、まとめの方ではですね、活動した痕跡は認められていないということで、これは可能性があるなしにかかわらず痕跡は認められていないという結論になっているんですよね。だから矛盾するというわけではないと思うんですが、読み方にもよりますが、私はちょっと改めて見て、多分3の3の上から3行目の同断層の活動の影響が一定範囲まで及んでいると考えられるというような、可能性に関する指摘もあるので、矛盾し、確かに矛盾ではないかと言ったんですけれども、いろいろ見ると、矛盾してないというふうに読めそうです。確かに、ただ一方で、そうですね、ある程度まとめのところでもう少し丁寧な議論をした方が分かりやすいような気がします。というのは、その先ほどの、28ページ目の上のところで可能性があると言ってしまっているので、それをどう捉えるのかっていうのをもう少し個別にそれまでの各パーツのところで議論したことを取り上げながら、ここではこうしたけれども、こうなんだということ形のまとめをした方がいいんじゃないかというのが、私からの提案です。はい、その点他の先生方はいかがでしょうか。はい、竹内先生。私ちょっと繰り返しになってしまうんですけども、3章のまとめ、3の3のまとめはそれで一応、一定の範囲というのが曖昧だと思うんですけども、総合評価の中でも同じ表現が あるので、そこの最後のところのまとめでは総合評価では一定の範囲というのを、一定程度とかその表現を私としては2、300なんですが、数百メートルという数字を書いておけばいいと思います。で、その書き方が括弧当局というか根拠としてはですね、当局の幅というのがありますので、それは確かであるということですが、敷地内に関して言えば更新制以降に活動した痕跡は認められていないという、そういう流れになっているので、特に矛盾はないと思いますね。表現をアバウトにしてるといろいろ議論が出てきてしまうので、大谷の言うように議論が必要だっていうふうになってきちゃうので、その個々に見たところのデータに基づいて言えることを数量的にも明示しておくということがいいと思います。はい、先ほど竹内先生、先ほども議論されましたけれども、一定の範囲とかそういうのを、曖昧な表現をやめて、例えば2、300メートルとかそういう具体的な数値を入れるというふうにすれば、曖昧さがあんまりなくなってですね、なんていうんですか、間違った解釈をされる、読んでですね、間違った解釈をする余地が少なくなるんではないかというふうに思います。で、明らかに矛盾しているというわけではないと思いますので、基本的にその曖昧な表現を、数値を入れるなどして、もうちょっと具体的な表現に変えるということで、ここはいかがですかね。よろしいでしょうか。じゃあ基本的にはこの3の3のまとめ、白木入断層のまとめと総合評価の中での、こう一定の範囲というような感じの表現のところを、具体的な数値をある程度明示したような形に書き直すということにしたいと思います。事務局の方、それでよろしいですか。はい、
他に何かございますか。全体を通してどこでもどんな部分でも結構ですが、はい、宮内先生どうぞ。これ事務局の方にもコメントつけてお返したんですが、あの白木入団層の記述の中で重要な活動性の評価が書いてないんですね。で活動性は主にあの変異速度で表現されるんですが、それは試算できるというふうに私コメントつけたんですが、入れていただけなかった理由は何かあるんですか。図の7あたりを見ると分かると思うんですが、事務局の方いかがですか。はい、あのいただいはい、あの確かにそのコメントいただきましたけれども、あのこの部分がですね、図の7のところ、ページでいきますと、この評価書案で、2ページの3、大きな3ですか。冒頭にあのここはあの JEA の説明として、あのここのパートが書いてありますので、あの今回の評価会合の中で JEA の方からはちょっとそこまでの、説明というのがなかったので、とりあえず入れてませんけれども、あの別の形で別のところで、入れるというのはあの今コメントいただきましたので、あの適切なところがあれば入れたいと思います。はい、いかがですか。そのスリップレートの話は後の方で直接議論することはないと思うので、できれば今言われた4ページの下記入団層のその正常記載のところに一言書いておけばいいのかなと思ったんですが、そうじゃないとその白木入団層ってどのぐらいの役者なのかっていうのが全然わからないですよね。ありますよと、過去の活動履歴もありますよではちょっと足りないなという気がしました。あ、承知しました。じゃあ、あのちょっとそこら辺表現の仕方も考えて、記述を入れるようにいたします。なんか文献を引用するような形で入れておくのがいいんじゃないかと思うんですけどね。はい、じゃあそのようにお願いいたします。他にございますでしょうか。はい、どうぞ大谷先生。あの一番最初の方に戻ってしまうんですけれども、 A 波再帯の問題で、あの水野委員がご指摘されたことが非常に引っかかっていてですね、それは何かというと、今回その、原子炉建屋の建設時の時にその最も長さの長い A 波再帯に着目したと。でも調べていくと、A 波再帯の延長部にはアルファベータ波再帯が出てきて、で、最も新しい活動は、非常に長さの短い、アルファ波再帯になっているということなので、長い波再帯に着目するしても、それが最も最後に動いたものとは限らないという話だったんですね。それから、A 波再帯以外の、波再帯もやっぱりあの問題ではなかろうかと。まあ確かに A 波再帯以外の波再帯は、調べていないというところもあるので、なかなかその議論しないできないところがあるんですけれども、ただ一点、あの長い短い波再帯であっても、それが最も新しいということで考えるときに、今回のその、アルファ波再帯はあの玄武岩の岩脈と強く関連しているということが、実写の調査から分かってきた点としてあって、で、まあ、その玄武岩岩脈に絡んでいるので、断層としては長さが短いということがあるんですね。でなんで今回断層として長さが短い断層が、一番最後に動いたというものだったんですけれども、それはどちらかというと結果的に、A 波再帯、まあ、その延長としてベータ波再帯として捉えられると思うんですが、ベータ波再帯の活動時期を制約するということにつながっていくということで、まあ、A 波再帯が、まあ、あの効いてきたというところだと思います。ただ一方で、今後、敷地内の波再帯が動く可能性があるかどうかというふうに考えていたときに、何かそのそこの地域のすぐ近くで、火山活動があって、なんかその岩脈の貫入が今後想定されるかというと、まあ、あの地表に非常に近いというところも、まあ、ほぼ地表なので、おそらくそれは考えなくていいのではないかと私は思っていて、そういうことで考えると、敷地内の波再帯が今後動く可能性があるかどうかということは、
やっぱり地震に伴ってそこの断層が動くかどうかという議論になっていくような気がするんですね。で、そうなってくると、極端にあまり短い破砕帯というのはやっぱり捉えなくていいので、考慮しなくていいんではないかという思いがあって、それはちょっと、これは皆さんに議論していただきたくて、それがどこまで短い破砕帯を考慮すべきかということになるんですけれども、水野委員がおっしゃられたアルファ破砕帯はあくまでも岩脈の活動に伴うものですので、今議論しようとしているものとは、ちょっと違うんではないかという思いがあります。で、そういう意味で、どこまで破砕、破砕帯いくつもいっぱいあるものですから、どういうものに着目すべきかっていうのは、ちょっともう一回議論させていただきたいと思います。他の先生方、その点いかがでしょうか。もうこれは一度、初めの頃に今日も議論した点ですけれども、何かその点に関して他の先生方ご意見ございますか。はい、どうぞ水野先生。A 破砕帯方向の、評価ということでは、原子炉建屋内だけでなくていろんなところで出てきて、で、少なくとも後期更新制以降動いてないというのははっきりしていると、それは言っていいと思うんです。それから L2 リニアメント方向の、破砕帯そもそもあるかどうかあんまりはっきりしませんけど、少なくともそこの方向も、後期更新制以降動いてないというのは言っていいと思うんですね。で、問題はその南北方向なんですが、これは白木入断層の影響がどこまで及ぶかということと関係しているということで、海側とかだと、具体的な数字で断層から何百メートルまでの範囲は影響があると。それだけれども、そこの、原子炉建屋内に関しては具体的なデータはないけれども、トレンチ調査等で、見られた範囲では、その後期更新制以降の活動は見られていないというような感じで、多少宿題的なところはあるけれども、現実的には後期更新制以降の活動の証拠はないというところで、終わるみたいなというところでいいんじゃないかなというふうに思います。それで、ちょっとついで関係してくるんですが、総合評価のところの、1と2というのがありますけども、3番目の、白木入断層の影響の範囲、及ぶ範囲というところについて、やはり3番目に書く必要があると思うんです。で、その中に、その南北方向のところ、海側とか他のところで、調べた結果をまず書いて、そういうことから、その敷地内に関しては検討の余地はあるけれども、現状では動いている証拠は、後期更新していく動いている証拠は見られていないという感じでまとめるのがいいかなという気がしていますが、いかがでしょうか。実はこの総合評価のが今1と2に分かれていますけども、1が段落がいくつかあってですね、その1の最後のその「なお以下」の部分というのは、これは白木入断層と敷地内破砕帯との関係ということが書いてあるんですね。ですから、ここの部分が、その今先生がおっしゃったその3の部分に大体相当するんじゃないかと思うんですね。ですから、それを、項目を独立させてですね、一番最後に持っていくと、このなおの部分をですね、なおを取って、独立の、
その説としてですね、まあ、その方が全体の構成としてもいいかなという感じはいたしますが、他の先生方それでよろしいでしょうかね。よろしいですか。はい、どうぞ。竹内ですけども、それでよろしいと思いますが、中身的にはもうちょっと膨らませて、書いた方がいいと思います。で、先ほどちょっと言いましたけど、その、保安院の方からの応力の話なんですね。で、基本的、基本的には応力の話を書き込まなくてもいいとは思います。それは国庫申請に活動したという痕跡が認められないからなわけですね。ただ白木入団層との関係においては、一定の幅の中で影響が及ぶ可能性があるということを算として書くわけですから、その時にですね、今の水野院さん言われた敷地内の断層はほとんど南北西ですよね、プラスマイナス15度とかで、こういうものが動くのか、もっと言えば白木乳が何で動くのかということがあると思うんですけども、実際に白木には動いているわけですから、可能性としては一般的な可能性としては、先ほどのバックスラストのところであったような可能性としてはあるので、そこのところを具体的な数字で影響はこの程度あるというふうに書けばいいと思います。で、実際はその、南北その A 波再帯以外の D とかそういうものも動く可能性はあるわけですね。一般的にはあるわけですけれども、全体としては調査資料があるものとしては、アルファ波再帯が最後で、時代も非常に古いということしか分からなかった。それが分かったということでありますよね。だからそこのところで、新しい時代の活動が認められなかったということを、そのいろいろな南北性の中でいろいろバラエティがあるものについては、一般的な影響を及ぶか受ける可能性はあるんだけども、その白木乳からの範囲は、敷地はですね、数百メートルか、その範囲にあってですね、当局帯からは外れているということがあると思うので、その観点でこの有識者会合の判断としては、直接的な影響を受けた痕跡は認められないということを明示すればいいのではないかというふうに思います。はい、つまり応力に関する話というのは特に付け加える必要はないというお考えでよろしいですか。はい、応力の方から言うとですね、白木乳が基本的には横ずれがはっきりしなくてですね、認められない、しかし逆断層であるということからすると、ほぼ直行する方向の応力をこの地域は受けているということだと思うんですよ。で、その観点からすると、南北西の敷地内に今この図にあるようなものは、どれも逆断層として動く可能性は、蓋然性はあるんだけれども、それが認められなかったということなんですが、あえてその蓋然性を書かなくてもいいんじゃないかなと思います。はい、その点は他の先生方も、そういうことでよろしいですかね。はい、はい、どうぞ。水野院が言われた後期更新制にその D、 つまり南北線の破砕帯に関しては活動性が認められなかったって、ちょっとそこは厳密に書こうとすると、更新性後期後半以降は動いてないけれども、前半は判断しようがなかったわけですよね。
地層がないので、そこは少しきちんと書かれた方がいいかなと思います。そうですね、それ以前の後期の前半ですね、それについては評価できなかったという。はい、分かりました。そこのところはもう少し記述を正確にした方がいいということですね。はい、他にございますでしょうか。時間は一応まあ6時半ごろまで確保しているんですが、特にございませんでしたらばそろそろ。はい、じゃあ事務局からどうぞ。総括官の小林でございます。記述の、記述の方でですね、その一定の範囲と一定の程度ですね、これを どのくらい定量的にするかというところですね。ちょっと事務局に任せていただくというのは非常にどうかなというふうに思って、やっぱり有者会合としての方々としてどう考えるかというところですね、少し議論していただかないとですね、ちょっと書きぷりにちょっと私どもとしてちょっと困るものですから、ちょっとこの辺ご教示いただければと思いますけど。はい、宮内先生。その断層の上場変形の範囲を竹内委員は当局で縛りたいということですか。その上場全体が変形をして、断層変形をして、まあ、変形がゼロになる、その範囲までは取らなくていい、その変形の変形っていうのはどういうふうに捉えるかなんですけど、私はどちらかというと全体を捉えて、つまり上盤の背中側っていうのはそれなりに軽度微妙ですけども傾いたりするわけですよね。それも変形の一部だと思う、影響という点ではね。それが直接建物にどう影響するかは別としても、科学的にはそういうふうに捉えた方がいいかなと思って、まあ、数百メートルもちょっと長めのイメージを持ったんですが、今のっていいですか。今の宮内委員の指摘なんですが、それ一つの見解としては理解できますが、一応破砕帯の評価ですので、まあ、直接的なその断層の変異による影響のようなものですね、それを評価した方がいいという意味合いからすると、一般的なその地盤の隆起とか沈降とか、あるいは傾動とかですね、これは断層運動そのものとは直接、まあ、関係はあると思うんですけれども、まあ、極動とですね、まあ、断層運動との関係というようなところを、まあ、また仕分けしなければいけなくなってくるので、まあ、ここは限定しておいた方がいいんではないかなという意見ですね。まあ、具体的にはどういうふうに検定をしたんですかね。具体的には29ページのですね、現状では先ほど3に回すといった直書きのところですけれども、直書きの2行目ですね、白木入断層の活動による影響括弧当局が一定程度東方に及ぶのは確かであるもののとなっていますが、そこの部分はまあ、文殊の方向というのは必要ないので取ってしまいますね、括弧を取ってしまって、白木入断層の活動による影響の影響が当局の幅2、300程度東方に及ぶのは確かであるもののというふうにすればいいんではないかなと思います。当局の幅が2、300メートル程度であるという、これは主に海域のデータから出ている数字ですけれども、これを具体的に書き入れるというご提案ですけれども、いかがでしょうか。宮内先生、それでよろしいですか。どういうふうに見るかですが、まあ、直接的に聞くのはその当局ずれの
真上ということになるので当局で限定しても構わないと思います。つまりその影響の範囲とかいうことになるといろんな解釈ができるので、まあ、当局帯の幅ということで限定してこれを2、300メートルとするという、これは皆さん認識としては共通で、まあ、海域 の、 あの音波探査のデータからはそういうふうに読めるということでですね、よろしいですかね。あの事務局の方それでよろしいですか。そこで海域のっていう限定する必要ございますか。あの私はないと思います。あの陸上ではそこまで見れないですよね。海域はそこが見れるというあの利点があるので、そういう考え方からすればあの海域のデータを援用する形ですけども、あの海域に限定する必要はないと思います。はい、じゃあその点については、そういうふうに、記述を、はっきりさせるということでお願いいたします。他にございますか。特にございませんですか。じゃあ今日の、ご議論の中でですね、あの削除するとか修正するということが決まった主な点、どうですかね、事務局の方でまとめることができますか。あの今日大体お伺いしましたので、あのそれをまずは反映させていただきたいと思います。一応確認をした方がいいですかね。最初にあの南北西の断層の件で、これはどこか削除するということになったですかね。水野先生ちょっと覚えていませんか。多分あのここの、10ページのこの古い時代であると考えられるというところは削除するということになってましたね。時代の新旧関係とは関係がないので、この古い時代であると考えられるというところは、削除するということがまず最初にあったと思います。それから次のですね、どこでしたっけ、L2 リニアメントのところで、21ページのこのなおオーブの連なりは白木入断層と敷地内破砕帯との地質構造上の関係を考察する上で重要と考えるのでというところのなお書きはすべて削除するということですね。それから22ページのその B 路島の最初のところはですね、これはあの具体的なその白木入断層との距離とかですね、それからそういうところを加えてちょっと修正をするということ、それからあと28ページですかね、28ページのこの B 層上面のオーブの連なりというところですね、この章のまあバックスラストという言葉が使われていますが、まあ、この言葉は削除するということと、からこの段落というかこの節の一番最後のですね、さらに確認する必要があると考えるというところを、これを削除するということですね。それからあとその今先ほど議論になったその3の3のまとめ、それから総合評価のですね、一定の範囲という言葉が使われているんですが、これをまあ当局の範囲ということで200メートルから300メートルという具体的な数字を入れると、そのような修正、主な点だけですけれどもそのような修正をまあ加えると、あるいは削除すると
というところで、基本的にはこの、事務局のですね、評価書案について一応有識者の先生方の、そういう修正を施した上でですね、これについてご了承を得られたというふうに、理解してよろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。今特に何か他に追加で言っておきたいということがございましたらば、どうぞ。特にございませんですか。はい、海田さんどうぞ。人事並みの会です。事務局の方から申し上げますね、もう1点だけ確認させていただきたいんですが、27ページ3-2-3のところ、先ほどもちょっと議論になりましたけれども、範囲の数字ですけど、ここにも数百メートルという表現がございまして、これは何かというと、図の57と見比べながら見ていただきますと、先ほど竹内先生のおっしゃった2、300メートルの範囲というのは、そこでいう断層の横にこう帯のように書いてある横線が入っている範囲ですかね。そこが2、300メートル、そこは承知しました。はいはい。で、先ほどの27ページの 3-2-3 の数百メートルの位置、これはバックスラストではないとはしましたけれども、オーブの連なりの位置、これを示す表現として今これもまた数百メートルという形で書いておりますけれども、ここもできましたら何か数字をいただけると書きやすいかなと思いますけれども、この図からの読み取りでいくと大体500メートルぐらいではあるんですけれども、いかがでしょうか。はい、どうぞ竹内先生。それは約500メートル前後とか、幅がありますから、400から600、700とかでもいいと思いますけど、その範囲を読まれればいいと思いますけど。承知しました。じゃあそれはこちらの方で、今400か500とかそういった形で、表現したいと思います。ありがとうございます。よろしいですか。事務局の方法、他にございますか。確認しておくべきことは。すみません。はい、どうぞ。もうちょっと短いですね。これが500ですね。それで読んでください。オレンジの幅を入れていただければいいと思います。オーブの範囲自体が2、300で、一番東側が今読んでいるように500ぐらいということですね。はい、わかりました、はい、他に事務局の方で確認しておきたいことよろしいですか。はい、それでは特に、ご意見がこれ以上ないようでしたらば、これ議論はこの辺にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それではどうもありがとうございました。一応今回の会合でですね、この評価書案につきましては、今日議論して先ほどまとめたようなですね、修正、あるいは削除などを施した上でですね、ほぼ合意が得られたというふうに、考えます。今日は貴重なご意見からご指摘を踏まえてですね、文言を修正しまして、で体裁上の調整については、一応当方に一任をしていただいて、今後速やかにまとめさせていただきたいというふうに思います。で、今後の予定ですけれども、例によりましてピアレビュー会合をやることになります。で他の専門家の方々のですね、いろんなご意見をいただいて、その内容を検討した上で最終的な評価書を取りまとめて規制委員会において報告をさせていただくと
という段取りになります。先生方におかれましてはですね、この文殊 の有識者会合が、一番最後に一つ残っている会合でございまして、長い間にわたってですね、ご審議をいただいて本当にありがとうございました。今日はこれで一応この、審議はですね、評価会合はお開きということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、じゃあどうもありがとうございました。で、本日ご用意した議事はこれで全て終了いたしました。最後に事務局から今後の予定等事務連絡をお願いいたします。はい、総括官小林でございます。今石渡委員の方から申し上げましたように、今後評価書案につきましては修正の上速やかにお送りしますのでよろしくお願いします。で、修正した評価書案につきましては、PR ビュー会合にてご議論いただくことになりますので改めてご連絡させていただきます。事務局から以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは以上をもちまして、文殊敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合第5回評価会合を閉会いたします。